こんにちは。今日の講義は書籍天才数学者ラスベガスとウォール街を制すしたです。皆さん、本日はエドワード・ウォーソープ氏の著作について深く掘り下げていきたいと思います。この本は数学の世界とギャンブル、そして金融市場という一見かけ離れた分野を見事に結びつけた非常に興味深い内容となっています。ソープ氏はカードカウンティングの考案者として知られていますが、それだけではありません。彼はクオンツの先駆者としても高く評価されています。クオンツとは金融市場において数学的モデルを駆使して投資判断を行う専門家のことです。本書ではソープ氏がラスベガスのカジノからウォール街の金融市場までいかにして自身の数学的才能を生かし成功を収めていったかが詳細に描かれています。まずカジノでの経験から始まります。ソープ氏はブラックジャックというカードゲームに数学的アプローチを適用し、カジノに勝つ確率を大幅に向上させました。これは単なる運任せのギャンブルではなく、確率論と統計学を駆使した科学的なアプローチでした。彼のカードカウンティング技術はカジノ側に大きな衝撃を与えました。カジノは常にハウスレッジと呼ばれる確率的優位性を持っていると考えられていましたが、ソープ氏の方法はこの常識を覆したのです。しかしソープ氏の挑戦はここで終わりませんでした。彼は次により大きな舞台であるウォール街に目を向けます。金融市場はカジノと同様に確率と統計が重要な役割を果たす世界です。ソープ氏はカジノで培った数学的洞察力を金融市場に応用し、驚くべき成果を上げていきます。本書ではソープ氏が開発した投資戦略について詳しく解説されています。特に注目すべきは統計的最低取引と呼ばれる手法です。これは市場の非効率性を数学的に検出し、それを利用して利益を得る方法です。統計的最低取引の基本的な考え方は、市場価格が長期的には本来あるべき価値に収束するという前提に基づいています。ソープ氏は膨大なデータを分析し、市場価格と理論価格の乖離を見つけ出し、それを利用して取引を行いました。この手法は一見すると単純に思えるかもしれません。しかし実際にこれを実行するには高度な数学的知識と膨大なデータを処理する能力が必要です。ソープ氏は自身の数学的才能と当時まだ発展途上だったコンピューター技術を組み合わせることでこの難題を克服したのです。ソープ氏の投資手法は従来の投資家たちとは全く異なるものでした。彼は市場の動向や企業の業績予想といった一般的な投資家が重視する要素にはほとんど注目しません。代わりに純粋に数学的な観点から市場を分析し、そこから利益を生み出す機会を見出していったのです。この手法はヘッジファンドの世界に革命をもたらしました。ソープ氏の成功を見て多くの数学者や物理学者が金融業界に参入し、クオンツと呼ばれる新しい職種が生まれました。今日では大手金融機関のほとんどがクオンツチームを抱えています。しかしソープ氏の成功は単に数学的な才能だけによるものではありません。本書では彼の投資哲学についても深く掘り下げています。ソープ氏はリスク管理の重要性を常に強調しています。彼はどんなに優れた投資戦略であっても適切なリスク管理なしでは長期的な成功は望めないと考えていました。この考え方は彼のカジノでの経験から生まれたものです。ブラックジャックでは短期的には負けることもありますが、長期的に見れば必ず勝てるという確信がありました。同様に金融市場においても短期的な変動に一喜一憂せず、長期的な視点を持つことの重要性を説いています。ソープ氏のリスク管理手法は現代のポートフォリオ理論に大きな影響を与えました。彼は投資を単一の戦略や資産に集中させるのではなく、複数の戦略や資産に分散させることの重要性を強調しています。これにより一つの戦略が失敗しても全体としては安定した収益を上げることができるのです。本書ではソープ氏の投資哲学だけでなく彼の人生哲学についても触れられています。彼は知的好奇心を常に持ち続け、新しいことに挑戦し続けることの重要性を説いています。カジノからウォール街へと活躍の場を移したのも
この姿勢の表れと言えるでしょう。またソープ氏は自身の成功を社会に還元することの重要性も強調しています。彼は自身の収益の一部を慈善活動や教育支援に充てています。これは単なる社会貢献というだけでなく、長期的に見れば社会全体の発展につながり、結果的に自身の投資環境も改善されるという考えに基づいています。本書の後半では金融市場の将来についてのソープ氏の見解が述べられています。彼はテクノロジーの発展により市場はますます効率的になっていくと予測しています。これは統計的最低取引のような手法が将来的には難しくなる可能性を示唆しています。しかしソープ氏は悲観的ではありません。むしろ新たな非効率性が生まれる可能性を指摘し、それを見出し利用する新たな手法の開発が必要だと述べています。彼は常に変化し続ける市場に対応するためには継続的な学習と適応が不可欠だと強調しています。本書は単なる投資手法の解説書ではありません。それは数学的思考がいかに現実世界で応用可能か、そしてそれがいかに大きな価値を生み出すかを示す壮大な物語でもあるのです。ソープ氏の経験は私たちに多くのことを教えてくれます。まず専門知識を異なる分野に応用することの重要性です。彼は数学という基礎的な学問をギャンブルや金融という全く異なる分野に応用し、大きな成功を収めました。これは私たちが自身の専門知識や技能をどのように異なる文脈で活用できるかを考えるきっかけを与えてくれます。次に継続的な学習と適応の重要性です。ソープ氏はカジノでの成功に満足せず、常に新しい挑戦を求め続けました。そして金融市場という新たな分野に進出し、そこでも大きな成功を収めました。これは私たちが常に新しい知識を吸収し、変化する環境に適応していく必要性を示しています。さらに倫理的な行動の重要性も強調されています。ソープ氏は自身の成功を社会に還元することの重要性を説いています。これは個人の成功と社会の発展が密接に結びついているという認識を示しています。本書は数学や金融に興味がある人だけでなく、広く一般の読者にも多くの示唆を与えてくれます。それは私たちが日常生活で直面する様々な問題に対してどのように論理的かつ創造的にアプローチできるかを教えてくれるのです。例えば日常生活における意思決定においてもソープ氏の考え方は応用可能です。彼が強調するリスク管理の考え方は私たちの人生の様々な場面で活用できます。大きな決断を下す際に複数の選択肢を検討しリスクを分散させるという考え方はより安定した人生設計につながるでしょう。またソープ氏の長期的な視点を持つという姿勢も私たちの日常生活に活かせます。短期的な利益や快楽に惑わされず、長期的な目標を見据えて行動することの重要性を彼の経験は教えてくれています。本書は数学や金融の専門書きでありながら非常に読みやすい文体で書かれています。専門用語は丁寧に解説されており、数学や金融の知識がない読者でも十分に理解できるよう配慮されています。またソープ氏の人生経験が生き生きと描かれており、単なる理論の解説ではなく一人の天才数学者の波乱万丈の人生物語としても楽しむことができます。カジノでの緊張感あふれる場面やウォール街での激しい競争の様子など臨場感あふれる描写が随所に見られます。本書の魅力の一つはソープ氏の多面的な人物像が描かれている点です。彼は単なる数学の天才ではありません。カジノで勝負する冒険家であり、ウォール街で新しいビジネスモデルを作り上げた起業家でもあります。そして自身の成功を社会に還元しようとする慈善家でもあるのです。このような多面的な人物像は読者に多くの刺激を与えてくれます。私たちも自身の才能や技能を多様な形で生かし社会に貢献できる可能性があることを示唆しているのです。本書は数学や金融の世界に興味がある人はもちろん、自身のキャリアや人生の方向性について考えたい人にもおすすめです。ソープ氏の経験は私たちに新しい視点と可能性を提示してくれるでしょう。また
本書は教育者にとっても貴重な資料となるでしょう。数学や統計学がいかに現実世界で応用可能か、そしてそれがいかに大きな価値を生み出すかを示す具体的な例として学生たちに提示することができます。これにより抽象的に思われがちな数学の重要性をより実感を持って理解させることができるでしょう。本書の中で特に印象的なのはソープ氏の失敗に対する態度です。彼は失敗を恐れるのではなく、それを学習の機会として捉えています。カジノでの経験や初期の金融市場での挫折など、彼は多くの失敗を経験していますが、それらを分析しそこから学ぶことでより強固な戦略を構築していったのです。この姿勢は私たちの日常生活にも大いに参考になります。失敗を恐れるあまり新しいことに挑戦しないという態度ではなく、失敗を学びの機会として積極的に捉え、そこから成長していく姿勢の重要性をソープ氏の経験は教えてくれています。本書はまたチームワークの重要性も強調しています。ソープ氏は自身の才能を最大限に生かすために、さまざまな分野の専門家とチームを組んで働いています。数学者だけでなく、コンピュータープログラマー、金融の専門家、法律家など多様な人材と協力することで、より強力な投資戦略を構築していったのです。これは現代の複雑な社会において、一人の天才だけでは解決できない問題が多くあることを示唆しています。異なる専門性を持つ人々が協力し合うことで、より大きな成果を生み出せるという教訓はビジネスの世界だけでなく、あらゆる分野で適用可能でしょう。本書の最後の部分ではソープ氏の将来への展望が述べられています。彼はテクノロジーの進歩により金融市場がますます複雑化していくと予測しています。人工知能や機械学習の発展により市場の効率性が高まり、従来の投資手法では利益を上げることが難しくなると考えています。しかしソープ氏はこれを悲観的に捉えているわけではありません。むしろ新たな技術の登場により新たな機会が生まれると考えています。彼は常に変化する環境に適応し、新しい技術を活用することで投資の世界で成功を収め続けることができると信じています。この姿勢は私たちが未来に向けてどのように行動すべきかを考える上で非常に示唆に富んでいます。ソープ氏の生涯を通じての教訓は、単なる数学や金融の枠を超えて私たちの人生全般においても有益です。リスクを管理し、失敗を恐れず新たな挑戦を受け入れること、そして他者との協力を重視し常に学び続ける姿勢が重要です。本書は読者に対して多くのインスピレーションを与えてくれます。特に数学や金融に関心がある方々には、その実践的な応用について深い理解を促す内容となっています。また幅広い知識や経験を持つソープ氏の人生は、さまざまな職業や分野で活躍する人々にとっても大いに参考になるでしょう。このように天才数学者、ラスベガスとウォール街を制すしたは、ただの成功物語ではなく、私たちがどのようにして自らの可能性を最大限に引き出すかについて考えさせられる一冊です。数学的なアプローチがどれほど強力であるか、そしてそれがどのように実生活で役立つかを示す貴重な資料でもあります。ソープ氏のような先駆者から学ぶことで、私たち自身も新しい視点やアイデアを得ることができるでしょう。彼の経験と知識は多くの人々にとって道しるべとなり、自身のキャリアや人生設計においても大きな影響を与えることが期待されます。この本を通じて皆さんもぜひ自身の可能性を探求し、新しい挑戦へと踏み出してみてください。数学的思考やリスク管理の重要性は、どんな分野でも役立つ普遍的なスキルです。ソープ氏の教えを胸に自らの道を切り開いていくことができるでしょう。さて、ここまでエドワード・オー・ソープ氏の著書「天才数学者、ラスベガスとウォール街を制すした」についてお話しました。ここからはこの本の中で触れられている重要な概念や、ソープ氏の経験が現代社会にどのような影響を与えているかについてさらに掘り下げていきたいと思います。まずソープ氏が開発した統計的最低取引についてもう少し詳しく見ていきましょう。この手法は
市場の非効率性を数学的に検出し、それを利用して利益を得るものです。具体的には、理論上同じ価値を持つはずの金融商品間の価格差を見つけ出し、割高な方を売り、割安な方を買うという戦略です。例えば、ある会社の株式が東京証券取引所とニューヨーク証券取引所の両方で取引されているとします。理論的には、為替レートを考慮すれば、両取引所での価格は同じになるはずです。しかし、実際にはわずかな価格差が生じることがあります。統計的最低取引は、このような微小な価格差を見つけ出し、それを利用して利益を得るのです。この手法は、一見すると単純に思えるかもしれません。しかし、実際にこれを実行するには、膨大なデータを瞬時に処理し、わずかな価格差を検出する能力が必要です。さらに、取引にかかるコストや、市場の流動性なども考慮しなければなりません。ソープ氏がこの手法を開発した当時は、コンピューター技術がまだ発展途上でした。彼は、当時としては最先端のコンピューターを駆使して、この戦略を実行しました。現代では、高性能のコンピューターと高速インターネット回線を使用することで、ミリ秒単位の取引が可能になっています。これは、高頻度取引と呼ばれ、現代の金融市場で重要な役割を果たしています。高頻度取引は、市場の流動性を高め、価格発見機能を向上させるという利点がある一方で、市場の不安定性を高める可能性があるという指摘もあります。例えば、2010年5月6日に起きたフラッシュクラッシュでは、ダウ平均株価が数分間で約1000ポイント下落し、その後すぐに回復するという異常な出来事が起きました。この事件の原因の一つとして、高頻度取引が指摘されています。このように、ソープ氏が開発した手法は、現代の金融市場に大きな影響を与えています。彼の研究は、金融工学という新しい学問分野の基礎となりました。金融工学は、数学的手法を用いて金融市場を分析し、新しい金融商品を開発したり、リスク管理を行ったりする学問です。金融工学の発展により、デリバティブと呼ばれる複雑な金融商品が生み出されました。デリバティブは、株式や債券、為替などの原資産の価値変動に連動して、その価値が決まる金融商品です。例えば、将来の為替レートを現時点で固定できる為替先物取引や、株価の変動リスクをヘッジするためのオプション取引などがあります。これらの金融商品は、リスク管理のツールとして企業や投資家に広く利用されています。しかし、その複雑さゆえに、適切に管理されないと大きなリスクを生む可能性もあります。2008年の世界金融危機では、住宅ローン債券を証券化した商品、住宅ローン担保証券化、その複雑さゆえに適切に評価されず、結果として金融システム全体を危機に陥れる一因となりました。ソープ氏は、このような金融市場の複雑化と、それに伴うリスクについても警鐘を鳴らしています。彼は、数学的モデルに過度に依存することの危険性を指摘し、モデルの限界を理解することの重要性を強調しています。数学的モデルは、現実世界を単純化して表現したものです。そのため、モデルが想定していない事態が起こると、予測が大きく外れる可能性があります。例えば、2008年の金融危機では、多くの金融機関が用いていたリスク管理モデルが、住宅価格の全国的な下落という事態を想定していなかったため、リスクを過小評価していました。ソープ氏は、このような問題を回避するために、複数のモデルを併用することや、モデルの前提条件を常に検証することの重要性を説いています。また、数学的分析だけでなく、市場の構造や参加者の行動、政治経済の動向など、定性的な要因も考慮に入れる必要があると主張しています。さらに、ソープ氏は、個人投資家向けのアドバイスも提供しています。彼は、一般の投資家が複雑な金融商品や高度な投資戦略に手を出すことには慎重であるべきだと警告しています。代わりに、分散投資の重要性や、長期的な視点を持つことの大切さを強調しています。分散投資とは、資金を複数の異なる資産に分散して投資することで、リスクを軽減する方法です。例えば、株式だけでなく、債券や不動産、
商品などにも投資することで、一つの資産クラスが下落しても他の資産クラスがその損失を相殺する可能性が高まります。ソープ氏は個人投資家にとってはこのような単純だが効果的な戦略が最も適していると考えています。彼は多くの個人投資家が短期的な市場の動きに一喜一憂し、頻繁に売買を繰り返すことで結果的に損失をかぶっている現状を憂慮しています。代わりにソープ氏は長期的な視点を持ち、市場全体の成長に乗るインデックス投資を推奨しています。インデックス投資とは市場全体の動きを表す指数インデックスに連動するように運用される投資信託などに投資する方法です。例えば日経平均株価に連動する投資信託に投資すれば、日本の株式市場全体の動きに連動したリターンが期待できます。この方法の利点は、個別の銘柄選択にかかる時間と労力を省けること、運用コストが低いこと、そして長期的には多くのアクティブ運用、積極的に銘柄を選別して運用する方法よりも高いリターンが期待できることです。実際多くの研究が長期的にはインデックス投資がアクティブ運用を上回るパフォーマンスを示すことを明らかにしています。ソープ氏の投資哲学は市場に勝つというよりも市場と共に成長するというアプローチだと言えるでしょう。これは彼がカジノでブラックジャックに挑戦した時とは異なるアプローチです。カジノではハウスに対して優位に立つことが目標でしたが、金融市場では市場全体の成長の恩恵を受けることが重要だと考えているのです。この考え方は効率的市場仮説という経済学の理論と関連しています。効率的市場仮説とは市場価格が常に利用可能な全ての情報を反映しているという考え方です。この仮説が正しければ市場を継続的に打ち負かすことは極めて困難になります。ただしソープ氏は完全な効率的市場仮説の信奉者ではありません。彼は市場には非効率性が存在し、それを利用して利益を得ることは可能だと考えています。しかしそのためには高度な数学的知識と膨大な計算能力が必要であり、一般の投資家にとっては現実的ではないと考えているのです。ソープ氏の経験と知見は金融市場だけでなく私たちの日常生活にも応用可能です。例えば彼が強調するリスク管理の考え方は人生の様々な局面で役立ちます。大きな決断を下す際に複数の選択肢を検討しリスクを分散させるという考え方はより安定した人生設計につながるでしょう。またソープ氏の長期的な視点を持つという姿勢も私たちの日常生活に生かせます。短期的な利益や快楽に惑わされず長期的な目標を見据えて行動することの重要性を彼の経験は教えてくれています。さらにソープ氏の継続的な学習と適応の姿勢も現代社会を生きる上で非常に重要です。技術の進歩が加速する現代では常に新しい知識とスキルを身につけ続けることが求められます。ソープ氏がカジノからウォール街へと活躍の場を移し、そこでも成功を収めた経験は私たちにも新しい分野に挑戦する勇気を与えてくれるでしょう。ソープ氏の著書は単なる投資の指南書ではありません。それは論理的思考と創造性、そして勇気を持って未知の領域に挑戦することの重要性を教えてくれる人生の指南書でもあるのです。彼の経験から学ぶことで私たちも自分の人生において新たな可能性を見出し挑戦し続けることができるでしょう。以上、本日の講義では天才数学者ラスベガスとウォール街を制すしたを通じて数学と金融の融合がもたらす革新的な視点について探求してまいりました。この書籍が提示する洞察は単に投資の世界にとどまらず私たちの日常生活や意思決定プロセスにも大きな示唆を与えてくれます。例えば著者が強調する確率論的思考は不確実性の高い現代社会を生き抜く上で非常に有用です。日々の選択において潜在的なリスクとリターンを冷静に分析し最適な判断を下すスキルはビジネスの場面だけでなく個人の生活においても重要です。また本書で紹介されている統計的手法はビッグデータ時代における情報処理の基礎となっています。
現代では膨大なデータから有意義な情報を抽出し、それを意思決定に活用する能力が様々な分野で求められています。医療、教育、マーケティングなど、あらゆる領域でデータ駆動型の意思決定が重要性を増しているのです。さらに、著者が実践した分野横断的なアプローチは、イノベーションの源泉として注目に値します。数学という基礎科学の知見を、ギャンブルや金融という全く異なる分野に応用することで、新たな価値を創造しました。この姿勢は、現代の複雑な社会問題を解決する上でも重要です。例えば、環境問題や社会福祉の課題に対しても、異分野の知見を組み合わせることで、革新的な解決策が生まれる可能性があります。本書が提唱する長期的視点と忍耐力の重要性も、現代社会において極めて重要です。短期的な利益や即時的な満足を追求するのではなく、長期的な目標に向かって着実に歩みを進める姿勢は、個人の成長や組織の発展にとって不可欠です。また、本書は倫理的な側面にも触れています。著者は、自身の知識や技術を社会に還元することの重要性を説いています。これは、知識や技術の発展が社会全体の利益につながるべきだという、重要な倫理的視点を提供しています。本書の内容は、金融や投資の専門家だけでなく、幅広い読者に価値ある洞察を提供しています。例えば、教育者は、抽象的な数学の概念を実世界の問題に応用する方法を学ぶことができます。起業家は、リスク管理と機会の見極めについて貴重な教訓を得ることができるでしょう。また、本書は、技術の進歩が社会に与える影響についても深い洞察を提供しています。著者が開発した手法が金融市場にもたらした変革は、技術革新が既存の産業構造を根本から変える可能性を示しています。これは、現在進行中のデジタル革命がもたらす変化を理解する上で、重要な参考事例となるでしょう。さらに、本書は、専門知識の重要性と同時に、柔軟性と適応力の必要性も強調しています。著者は、カジノからウォール街へと活躍の場を移す中で、常に新しい知識を吸収し、変化する環境に適応していきました。この姿勢は、急速に変化する現代社会において、私たち一人一人が持つべき態度を示唆しています。本書が提示する考え方は、個人の投資戦略だけでなく、組織のリスク管理や意思決定プロセスの改善にも応用可能です。例えば、企業が新規事業に参入する際や、政府が新たな政策を立案する際にも、本書で紹介されているような確率論的アプローチや長期的視点が有効でしょう。また、本書は、数学教育のあり方についても示唆を与えてくれます。抽象的な数学の概念を実世界の問題解決に応用する著者の姿勢は、数学教育をより実践的で魅力的なものにするヒントを提供しています。本書の内容は、金融市場の将来についても重要な示唆を与えています。技術の進歩により、市場はますます効率的になっていく可能性があります。これは、個人投資家や金融機関にとって、新たな挑戦をもたらすでしょう。同時に、新たな形の非効率性や予期せぬリスクが生まれる可能性もあります。このような変化に対応するためには、著者が示したような柔軟な思考と継続的な学習が不可欠です。金融の専門家だけでなく、一般の投資家も市場の変化に応じて自身の戦略を適用させていく必要があるでしょう。本書の教訓は、金融や投資の枠を超えて私たちの日常生活にも適用可能です。例えば、キャリア選択や人生の重要な決断を行う際にも、本書で紹介されているような論理的思考と長期的視点が役立つでしょう。また、本書は、専門知識を持つ者の社会的責任についても考えさせられる内容となっています。高度な知識や技術を持つ者は、それを個人の利益のためだけでなく、社会全体の利益のために活用する責任があるという視点は、現代社会において極めて重要です。本講義を通じて、皆さんが数学と金融の融合がもたらす可能性について、新たな視点を得られたことを願っています。そして、この書籍から学んだ考え方を、自身の専門分野や日常生活に応用し、より豊かで充実した人生を送るためのヒントとしていただければ幸いです。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、
美容と健康管理も大切です。なぜなら心身ともに健康であることが充実した人生を送るための基盤となるからです。健康な体があってこそ日々の活動や学びに集中できますし、自信を持って社会生活を送ることができます。そこで今日は健康と美容を両立させるための画期的なサービス、ライザップについてお話しします。ライザップは結果にコミットをモットーとする革新的なプライベートジムです。テレビ CM でもおなじみの結果にコミットするというフレーズで話題のパーソナルトレーニングジムで、自信を持ってご案内させていただきます。ライザップの最大の特徴は専属トレーナーによるマンツーマントレーニングです。これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にとってこの点は大きな魅力となっています。トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し、一緒に目標に向かって頑張ってくれるのでモチベーションを保ちやすいのです。またライザップでは食生活やメンタルのマネージメントにも力を入れています。無理な食事制限はありません。むしろ食べられるダイエットとして知られています。これは単に体重を落とすだけでなく、健康的に痩せ理想の体を手に入れることを目指しているからです。さらにリバウンドしにくい体作りにも注力しているので、長期的な健康維持にも効果的です。ライザップのトレーニングは1日50分、週に2回という無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人でも続けやすいプログラムになっているのです。また完全個室のプライベートな空間で行われるので、人目を気にせずトレーニングに集中できます。ライザップの自信の表れとして30日間無条件全額返金保証も実施しています。これはライザップが自社のサービスの効果に絶対の自信を持っている証でもあります。さらにライザップは単なるダイエットサービスを超えて総合的な健康管理サービスへと進化しています。専属のトレーナーだけでなく、カウンセラーや医療機関、管理栄養士、データ分析専門家がチームを組んで顧客のサポートをしているのです。これにより体重減少だけでなく総合的な健康の向上を目指しています。ライザップの顧客体験戦略も注目に値します。フルマラソンを走りたい、結婚式で綺麗なドレスを着たい、健康になりたいなど、一人一人の顧客の気持ちや思いに寄り添い、それに対して結果にコミットすることを目指しています。これは単なるダイエットサービスを超えた人生のサポートサービスと言えるでしょう。ライザップの成功の秘訣はこのような徹底的な顧客サポートにあります。新人教育を受けたトレーナーたちが定期的に研修施設でトレーニングの方法を学んだり、サービスの品質を確認したりしています。このライザップメソッドによって 52kg 減量、 38kg 減量などの驚異的な実績が生まれているのです。ライザップは今後さらに包括的な分野で健康で幸福な人生を支援していく方針です。多くの人々にそのメソッドを体験してもらう健康宣言を発表しており、社会に健康への関心が高まる中でそのニーズはさらに高まっていくことが予想されます。ライザップの成功は単に低コスト経営を実現したからではありません。お客様とサービスを提供するライザップとの関係における絆、すなわち顧客との深い関係性の高さにあるのです。ライザップは顧客の期待を上回る感動を提供することで強い共感を得ています。このようにライザップは単なるダイエットジムを超えた総合的な健康・美容サービスとして進化を続けています。健康で美しい体を手に入れたい、自信を持って人生を歩みたいと考えている方にとって非常に魅力的なサービスと言えるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。